ヌヤマ、ヒロシ、西沢隆二は、日本の詩人、社会運動家、元日本共産党員。詩人としての筆名はヌヤマ、ヒロシ。エスペラントでの表記はヌジャマ、ヒロシ。筆名の由来は、ヤ山、ヒロシをエスペラントで表記したとき、ヤ山が、ヌヤマと聞こえることに由来している。日本共産党の幹部だったが、1966年に除名された。実業家、 西沢義春の子として、兵庫県で生まれる、第二高等学校中退。1930年に日本プロレタリア、作家同盟書記長となる。1931年8月に、日本共産党に入党。1934年に、治安維持法で逮捕、投獄、裁判で、懲役6年の判決を下され満期後も、予防抗禁とされたが、 国中に11年あって転校しなかった。1945年10月に GHQ 指令によって出国してからは共産党の復興に尽力した。1940年代には党青隊部長として青年運動、文化運動に熱中し、特田旧一の女性であったこともあって共産党の文化問題に関しての権威とされた。歌と踊りを活動に結びつける独自な運動を展開。 ダンス史上主義、歌う共産党と呼ばれた。また、第22回衆議院議員総選挙や、第1回参議院議員通常選挙に立候補している。その後、党中央委員なども務め、レッドパージ後に、徳柄所管派が、中華人民共和国にわたって、北京機関を組織した時には西沢もその一員となった。しかし、西沢は、 宮本賢治らの国際派への妥協を唱えて徳田と対立し、徳田からは偽絶を宣言された。西沢は野坂33と接近し、徳田が病気で昏睡状態になった後に野坂と共に伊藤忠を除名、遊兵した。徳田が余命行くばくもないことを知った西沢は後継者について、 宮本賢治は組織活動が全くわからず、志田所業は文化問題がわからないとして二人の協力による体制づくりをすることを考えたと後に記している。この路線は1955年の日本共産党第6回全国協議会6全協で実現することになる。その後、日中共産党の路線対立の際に、党の組織方針に従わずに1966年10月に、 中国派として、安西孝二らと共に除名され、福田正義ら率いる日本共産党に参加、毛沢東思想研究会を設立し、同会の機関紙毛沢東思想研究編集人となった。詩人としては、戦前から堀立を、中野茂春、佐体猫、久保川鶴次郎らと共に、ロバの同人となり、修作を発表していた、ナップに参加し、 初期プロレタリア氏の運動に大きな足跡を残したが、本格的にその名を知られたのは、獄中で綴った詩を戦後交換した詩集、アミガサ以降である、若者よ、我らの仲間など、歌う共産党時代に作られた歌曲の作詞者でもあった。1963年、発表されなかった歌2編を執筆し、当時病気療養中だった宮本賢治に手渡した。 勇気を奮い起こして前進しよう。幹部会と初期局の同志たちにマイナスとその時両親が麻痺してしまう。倉原コレトにマイナスの二辺から構成された。この詩を西沢は詩の形を借りた意見書として手渡したが、党中央に目殺されたとして、毛沢東思想を研究1966年12月号に公表した。 対する日本共産党は西沢の死を党中央への意見書としては扱わず、ただやたらに開業の多い軸が並んでいるだけの低劣な文章と酷評し徹底的に批判した。野山は共産党の活動家としては必ずしも理論的なタイプではなくむしろ詩人的な感性に裏付けられた独自な発想によって行動を起こすところがあり。 後年にはそうした態度が、毛沢東毛従路線となって、党の指導から離反して、土井大輔などのかつての同志からも批判された。晩年は、正岡四季の研究にも励み、四季の妹率の養子で、阪急電鉄の車掌、阪急百貨店の職員であった、正岡中座ブロードは二高時代からの親友であった。こうしたことから、講段車版の四季前週の編集委員にも名を連ねている。 柴良太郎とも交友があり、1979年から翌年にかけて連載された芝の小説、人々の共応運では、正岡と西沢が主人公として登場する。また敗戦から間もない時期に、夫婦で腕を組んで歩き、年齢に関係なく、名前で呼び合っていた。ありがとうございます。